あのね私は呼吸器系が弱っててその回復の見込みはないの、うん、お医者さんが話してるの聞いちゃったんだ私は死を先延ばしにしてるだけなんだよね延命措置ってやつやパパもママも私もこれ以上は苦しむだけ。 私はそんなの嫌だ。そうだね。長く生き残ってもってことか。何が言いたいの。いや、わかるやろう。私ね。またマックスと一緒になれて、もう思い残すことがないんだ。街を二人で駆け回ってた。何でもできた子供の頃みたいな気分をもう一度味わいたかった。今日、その願いが叶ったよ。うん、だから、これを。最後の思い出にしたい。わかる。わかる。わかるぜ。わかるけど。うんああ じゃあどうしろって言うんだよ天敵のメモリを中に上げるだけでマジかお疲れ様ですムービンです今回もライフイズストレンジやっていこうと思います、はい、前回のパートはですねあのま、ー、クロエと映画を見ましたでえ今ちょっと頭痛がするとのことでマックスは私がこんなでも一緒にいて気まずくない 嘘だろまさかねって言うと嘘でしょ、完全に気まずくないわけはないよね正直言うとちょっとねでもそれはずっと会ってなかったから私のせいだよマックスは人生を楽しんでただけ友達が離れていくのは仕方ないひどい話だけどさあと冗談だよでも私は恵まれてるよまあそうだろうねとママに大事にされて今日はこうして マックスにも会えた、うん、他に何かもあ,ああほかに欲しいものを聞けるんだ,そうだなイチャイチャできる相手とか <laughs> 赤くなってかわいいマックスはいないなウォーレンがそれっぽかったけどそれどころじゃないいるわけがない <laughs> そんなのいるわけないよ学校にかっこいい子はいるけど私なんか相手にされないし 何言ってんのマックスはモテるよ今に誰かから告られるウ、ね、ォ <laughs> ーレンってことちょっといい感じだったんだけどチャンス逃しちゃったみたいなるほど、ね、残念まあ過去は忘れて次に目を向けよう <laughs> なんかパパに似てきたなお父さんはそういうこと言うのかいいことだよそれっていいことでしょおじさんも嬉しいんじゃないかな うん、私はあんまり嬉しくないんだけどそういうのはあんま好きなポイントじゃないんだね恩返しできてないけどい一緒にいることが何よりの親孝行だよ迷惑かけてばっかでもそう言ってもらえるとちょっと気が楽かな恩返せねえ恩返せねえっていうか話しても変わらないよねいや変わるんかもう一回話すてみよ ちょっと休むねオッケー屋で行くか2階にモルヒネを取りに行くんだったっけかここら辺も調べられるもんを調べるかエッフェル塔見るそんな基本だけでこんなに基本あお金が乗ってる延滞しとる。 8587ドル払えてねえんだあ、ビクトリアからんどういう感じになってんのそもそも関係がマックス忙しい宿題から逃げてるいつも通り手伝ってあげるって言ったのに全然手伝わせてくれないげさなのやめて心配してるだけで嬉しいよ え、だといいけど、ちなみに、例の人からいいやつが手に入ったの。私のも取っといていい、行かなきゃね。またね。え、今夜部屋に来て、マックス怒ってるのえ、いきなり帰っちゃったから気になって、ネイさんも。あー、これがあれか。今日、今日の、今日、昨日かな昨日の夜の話かな夜じゃねえか、昼か。えーっと、怒ってんならそう言って、返信なしか話してくれるのいつも待ってくる。 から大好きだよなんかだいぶ違うねキャラが。ああ、一応いろいろあるね。見てくか。えっと、アリッサ。あ、まあー、やべえ、また間違えたよ。えっとね。B が決定なんでね。ああ、そういう感じになってんな。マックスがあんな人たち,あんな人たちとつるむなんてがっかりで、他の子とは違うと思ってたのにさ。アリッサ、さっき私にトイレットペーパー投げたでしょ。 狙ったわけじゃないよ本当だよよだもうやめてよねなるほどちなみに下はパパとかもああやっちったまたああごめんなさい B ボタンが決定なのに慣れないほんとにお父さんとかも何か見れたりしないうんー誕生日おめでとうぐらいかテイラーはじゃマックスママのところに一緒に行ってくれてありがとうああな遊びに行ったんママかっこいいねテイラーみたいそうかな私ワンワン泣いちゃった これ、これ、ビクトリアの立場だ。あれだ、病院だ。それがマックスなんだ。え、まさかビクトリア的な立ち位置がマックスになってるああ、暗室ってそういうことね。あの、あ、あれか、写真を現像するところか、暗室って。 よよマックス今どこ暗室だよコンセプトの写真を現像中いいねじゃあ通報エールズはなしか今はねえでも後でみんなのところ行くからまたななるほどお母さんは請求書のことで話があるメール見てる 見てるちょっとぐらい返信待ってよ授業中メールできるわけじゃないんだからすごく怒る先生もいるしそうねとても失礼だものねそんなカリカリしないでちょうだいごめんなさい宿題が大変で宿題はみんなに出ているんでしょそれに忙しいならどうしてそんなにお金を持っているの必要なものはちゃんと買ってほしいけど奨学金で何も何もかも買えるわけじゃないのよ払えるわけじゃないのよかあー その時はクレジットカードを使っていいって言ったじゃん。フィルムを買っただけでカメラを買ったわけではないのに。えもうデジタルにしたらどう後で電話する。じゃあね。そうやって報れないの。またね。うーん。暗室に行く必要があるわけだね。だから。クロエは。マックス・ウィリアムだ。クロエへの返信、え、連絡の、連絡はこの番号を使いなさい。あー、それが3月に来てたのか。 で、元気って。番号変わってないといいけど。マックスおかえり。ブラックウェルだってすごいじゃん。かっこいい。番号はずっとこれ。山ほどあるけど近いうちに会おうね。ずっと待ってたんだから冷やかしはやめてよ。わかってる。じゃあ近いうちに。で近いうちにっつって8月に言ってて、実際会ったのが10月か。なるほど。 お,父さんおじさん、あの今、お話ししてもいい。ダメダメ、請求書の整理中だから。なんてねダメダ <laughs> 一瞬びっくりした。おじさん、全然変わってない。<laughs> なんか嘘みたい。そりゃ,そりゃ死んでたからなえら偉いことだ。<laughs> マックスは大人っぽくなったね。で、どうしたのクロの部屋 クロエの部屋を見てびっくりしちゃったハイテク装置だらけであの部屋一つで豪邸が何軒も立つぞああ実は保険だけではなかなか厳しくてねそうはいかねえよなやっぱり医療費の負担はかなり大きいんですね対応してるしな正直途方にくれてるよ家のローンもろくに払えないでもまあなんとかなるさ僕たち一家はプライスレスだからね

私に怒ってるとは思ってないけど怒って当然ですけど私が悪いからがっかりはしてたけどね分かってくれてるさ僕たちだって現実を受け入れるには長い時間がかかったいやそうだよなおじさんこの先何があっても私はずっとクロエのそばを離れません絶対にあ,あ分かってるとも、うん またおじさんとおばさんに会えてなんかすごく懐かしいですまあそうだねああクロエも喜んでるよ,いよねノスタルジックってもちろんジョイスもねこの町もまだ捨てたもんじゃないな町としてはやっぱ微妙な町なんだねあープレスコット家のこと聞くかじゃあこの町といえばプレスコット家ですけどおじさんはどう思います 最低の連中以上よくご存知なんですか正直、関わりたくないがジョイスがパンエステートで働いてるからねあその名前なんだねレイチェル・アンバーレイチェル・アンバーって子が行方不明だって新聞であの子もブラックエルの生徒だったねここの運命は変わらないんだろうもしクロエがいなくなったりしたら考えるのも恐ろしい 異常気象。異常気象に動物が死んだり、何が起こってるんでしょう。ョにはさっぱりだ。ノストラダムスの予言が現実になったニーナタル。ナツカシノ、ハナシステムセンス、ナシアワセデイテクレバー、ロクロエのとこロに戻らなきゃ <laughs> おじさんと話せて本当によかったですタデの別れみたいに言わないでくれよまたいつでも邪魔しにおいでまあでも 相当こう喋れなかった存在だからねクジラは竜巻の前触れそれにプレスコット財団やだなプレスコット家が出てくんのかえー、っと海岸に打ち上げられた天使クジラを探してアルカディアエンええー、湾岸か湾岸はかつて太平洋へとへの入り口とえ漢、ー、字 <laughs> が読めない 栄えていましたかなところが最近地元住民と観,客、えー、観光客はわけもなく陸地に向かって泳ぎ打ち上げられてしまったクジラたちの死体という悲しい光景を目にすることが多くなっています10月9日水曜日の早朝、えーえー、海岸に、えー、少なくとも6頭のクジラが死んでいるえっヤバすきでは スマートフォンで撮影された映像からは特に変わった様子や、えー、過度の汚染を確認することはできません。一方、生態学者と、えー、各国の、えー、海洋生物学者は、えー、クジラ及び周辺環境のサンプルを、えー、慎重に調査しています。プレスコット財団は、えー、この謎の問題に対し追加の研究資金を提供すると約束しています。次のページに続きます。はい、レイチェルはここでも失踪中。全部は変えられないんだ。なるほど。 行方不明の少女、捜査は続く。捜索か、捜索は続く。ブラックウェルの優等生、レイチェル・アンバーが行方不明になってからすでに6ヶ月以上経過しています。彼女の家族と友人たちはこの18歳の少女を捜索し続けることしかできません。警察と FBI は有力な情報をつかめておらず、事件は一体どこへ消えたのか。 という、えー、全国放送の、えー、リアリティ番組に取り上げられていますアンバー家は、えー、彼女の行方につながるあらゆる情報に、えー、報酬を支払うと申し出ています詳細についてはあこちらへと <laughs> なるほど滑舌悪いから読むの大変だぜ車の鍵一つで運命が変わるなんてそうだな外に捨てたらそうなった どうすりゃいいんだって聞こえたはあ前は貯金箱だったけどそんな余裕ないか今クッキーになってるおばさんのクーポンがいっぱいなるほど今見るってコマンドなかったなここら辺も調べられない調べられない電話調べられない らしだガレージセールなんて前は絶対やらなかったガレージセール売るってこと借金がこんなに娘の世話をしてるだけなのにひどいあーきついな クレジットカードサービスいやしょうがないよねでもお金滞納してるのはこっちだもんねあ週の経費削減案が可決されちゃったからリハビリ費用が対象外そういうのもあんのかいやいや 厳しすぎるこっちまく頭抱えてるわお父さん頭抱えてはるわいいいどうしたもんかいいやもう侵入禁止の警告も張ってない黒江の部屋だもんねちょっと隣行くかここのあ デイビッドの部屋だったところは何になってんのあジョイスマックス遊びに来てくれてありがとうねジョイスの部屋になってるであ,あそっかそっかもともとはデイビッドの部屋あと未来だとなってたんだっけか一応見ようかじゃそんんな。なクロエの状態がこんなに悪かったなん,てなんか頭も痛えって言ってたけどどうなんだ 脊髄センター先週ご説明したようにクロエの、えー、呼吸器官の状態は急速に悪化しています最近貧血と呼吸困難はこれにけ起因していますあの原因だってことね、えっと、主治医として、えー、私は彼女が、えー、解放かな解放に向かえるように努力してきましたしかし呼吸不全は脊髄に重、えー、度の、えー、損傷を負った患者に一 一般的に起こりうる重大な症状であるという現実をご理解いただければと思います。めっちゃ読みにくい文章だな、これ。フロエは私が見てきた患者の中でも特に忍耐が強く,え忍耐強くえ勇敢であり、私は彼女のことを大変誇りに思っています。しかしながら、これから起こるかもしれないことについて、え両親ご両親にも覚悟しておかなければならない時が来てしまったようです。はい、一度、本人と共に、えー、自分の状態について話しておく必要があると。 考えていますこのことについてご相談がありましたら是非ご連絡くださいよろしくお願いしますなるほどね親から伝えてほしいけどそういうのも難しいから何かあったらご相談くださいってそういうことだねまあ医者も別に悪いこととかないしな昔はタバコ吸う人が大嫌いだったのにそうなんだなんもう十分スーパーママだよ ああそういう差しがあるのか話すか。またこの家に泊まれて嬉しい。今ジョイスがちょうど喋ったから。なんか重なっちゃったね。が遊びに来てくれるなんてあの事故以来初めてのことね。そうなんだ。えー、クロエ。もっと早く会いに来るべきだった。クロエに寂しい思いをさせちゃったな。そんな心配しなくても大丈夫よ。 うん、今、こうして会いに来てくれたんだから。そうね。クロエが一人の時。おばさんたちが仕事の時、クロエはどうしてるんだろ看護師の人たちが交代で見てくれてるわ。クロエは相変わらずトラブルメーカーで、困ったもんだよ。実はね、クロエの症状はあまり良くないんだ。そうだよね呼吸器系がかなり弱っていてね。だって声枯れてたもん。<laughs> もう、ごめんなさいね。<laughs> そんなおばさんたちこんなに頑張ってるのにどんな時も家族3人で過ごす一瞬一瞬が宝物よつらすぎる家族ってそういうものでしょそうだな何があったって一緒に乗り越えていくわウィリアムおじさんも元気そうでよかった相変わらずおばさんと仲がいいねあの人は本当によくやってくれてる、うん、クロエも私も幸せ者ね

お父さんになれるかって結構難しいぜそれでもああやって頑張ってお金をどうするかどうするかクロエのために考えてるって本当にいい父さんだよなジョエさんにさおばさん元気だったなんとかやってるわそりゃあ楽な暮らしだとは言わないけれどそうだよね あ、デイビッド・マドセンのこと聞けるんだ聞いてみるかデイビッド・マドセンって人知ってるダイナーのお客さんにそういう人いないかな随分唐突だね店に時々来るバス,バスの運転手さんのこと物静かでハンサムな人だけどどうしてまあもう未来変わってるんだなあホに聞いてみただけ好奇心旺盛なところは子供の頃から変わってないね仕事はでも 仕事とか大変でしょう。いや、そ,そうでしう。毎日朝から晩まで働き。それでも払えねえんか。えか言うのも嫌だけど、パンエステートでパート勤めもしてるんだ。プレスコット家とも知り合いなの。ショーンプレスコットは。アルカディアペイを丸ごと買い占めるつもりなのさ。買い占めてどこすんの。ん息子の姉さんには気をつけなさい。<laughs> つるんでんね。おばさん。ここ最近起きてる異常な現象の原因は何だと思う。 さあこの町がもうそっとしておいてくれって怒ってるんじゃないかね。なるほど正直、私はうちのことだけでしょ。そりゃそうだわ。悪いこと聞いたわ。ただ、鳥が死んだり、クジラが打ち上がったりしているのは気になるの、ねまあね、クロエのためにも少しは気にした方がいいのかもしれない。 確かになかこの町やばいとか,かなんかそもそも町自体がアプレッス・コット家が買い占めるんだったらさっさと出,とく出てくってのも手なのかね写真こ,のすごくこれまさか自分だったりしないかな誰と誰これでも 引き出しおじさん頑張ってるな昔と変わらない家族のヒーローになろうクローゼットとかは関係ないのね OK です、まあ、こういうのね細かく調べると時間経っちゃうけどまあそういうゲームなんでねお許しください今日滑舌悪いなもう口がモコモコしてるもんこっち行こう こ,こで写真撮ったなそういえばうわこれ怖いなちょ暗いからでも何もないかなんもないっすねあスイッチあったわこれなんか触れるかな調べよう何にもない何にもないキャビネットハーブの薬も使ってるんだなるほどハーブかキャビネットバスルームは変わってない 薬がずっと増えてるけどあ薬が増えちゃったんかこっちはあったああクロエにモルヒネを持っていくことになるなんてモルヒネかマックス元気変だな前より老けたみたいいやそりゃそうだって友人がこんな状態でさこのニコニコずっとできるわけねえよな入れる うわ何もねえわそんなああ手紙プレスコット財団の援助は無理だろうねクロエの近況を知らせてくれてありがとう。 えー、あなたとウィリアムがどれだけ頑張っているのかと思うと心がくるしい借金返済の件で助けてあげられなくてごめんなさいねえー、っと私も自分の病院だけ手一杯なのクロエにハグをしてよろしく伝えてドロシューおばさんなるほど歩行器クロエがまた歩けることを願って買ったんだなるほど リハビリとかでどうにかなる可能性をがあった時に書たのかなトイズ。中に何が入ってるか見てみたい。開けない靴。靴ブーツでどかどか歩くのが好きだったっけここにも手紙がある。おじさんの兄弟のことはよく知らないな。なるほど。アーロンさんから来てるね。えっ、ー、と、事故以来連絡しなくて済まない。えっ、ー、と、今は、ソルトレイク。 シティで新しくオープンした駐車場管理の仕事をしていてとても忙しいんだ最近は仕事のあるところにえこ,っちがこっちから出向かなきゃいけないからなもっとたくさん金を送りた,い送りたかったんだからすまないうちも余裕あるわけじゃないんだえ来年の春には戻るからその時に会おうクロエとジョイスにキスを送ってくれ頑張る謎ビリ、はあ、でもみんな応援してくれてるんだな座る座るちょっと後にしようあ消してない この頃はいつも一緒だったのに俺の知ってる未来だとそれ消してますからねクソ親父から隠れる必要はなさそうだね <laughs> 青い蝶<え>ちょっと偶然だよね青い蝶能力に関係してるんか座るか多分ボタンを押すまで。

戻っておじさんを殺すっていう選択肢もあるのか今は少なくとも全然戻る必要ないから能力使ってないけどオタンも押してないですけど能力は使えるちょっと一瞬だけ押すかあ戻せるわ使えるんだ現状じゃあモを届けて終わりにしようかなその後話始まっちゃうかなよいしょ 森届けたあたりぐらいまでやりますか黒い持ってきたぜほいありがとうやっと楽になれるでも失敗したら大変だよ確かに心配しなくても大丈夫簡単だから痛くないしどうすればいいんだでも何かあったらすぐおじさんたちを呼んでね 確かに、うん。大丈夫。やばいときすぐ呼ばないとな。あそこに差し込むだけなんだ。最近痛みが増してるんだけど。今日は調子,悪い調子がいい方だよ。からな。こうしてマックスと一緒に過ごせるだけで本当に幸せ。あ、ごめん、エモいしキモいよね。薬のせいかね。そんなことないよ。キモくないよ。他に必要なものある？あ,あ。 さらにエモキモで悪いんだけどさ、そこにアルバムがあるから撮ってくれるかな子供の頃にマックスと一緒に撮った写真が見たいの大丈夫エモさなら私の日記に勝てないから <laughs> それにクロエと一緒に写真を見るなんて断れるわけないじゃんそうだよ一緒に見ようぜこれだねよいしょ どこまでやるかちきっと切っとくか見ようでもここら辺の会話を終わりにしてからにしようねちょっと長くなっちゃったらそれを許してください見えるバッチリ私たちこんなにちっちゃかったんだねお人形みたいうんこれは東大に行った日だねパパにお怒られたよね反省しなさいってさ なのに黒ろえ笑うんだもん。うよ <laughs> そんなだったんだな。ページめくろ。ああ、これいい写真だね。あソファーのやつか。フフフフ。マックスならできるよ。めくろ。 懐かしいパンケーキ作った時だこの写真大好きパパがこれを撮った日からまだたったの5年か5年か私には昨日のことのよう13歳ぐらいの時かたったらこれだしもしかしてもう一度いけるあのね私は 呼吸器系が弱っててその回復の見込みはないのうんお医者さんが話してる聞いちゃったんだ私は死を先延ばしにしてるだけなんだよね延命措置ってやつやパパもママも私もこれ以上は苦しむだけ私はそんなの嫌だそうだね長く生き残ってもってことかいいいたいのいやわかるやろ私ね またマックスと一緒になれてもう思い残すことがないんだ。街を二2人で駆け回ってた。何でもできた子供の頃みたいな気分をもう一度味わいたかった。今日その願いが叶ったよ。うん、だからこれを最後の思い出にしたい。わかるわかるわかるぜ、わかるけど。うん、じゃあどうしろって言うんだよ。天敵のメモリを11に上げるだけでマジか。 11にあげたら死ぬんか。え、なにそれえ、待って、こんなとこでこんな選択肢くんのかよ。え断る断る引き受けるわからないいや、わかるさ。言ってることはわかるよ。 いや、あ,あ変,変な声あげてすいませんね。えっ、ー、と、どうする。いや、クロエの言い分分かるぞ。え、この写真で本当に戻れんの戻れるんだったら割と。引き受けてみていいですか このまま眠っちゃうだけマックスの夢を見て幸せにつらすぎるごめんマックス俺はちょっとこちらが見たい。 ありがとうマックス写真家の夢きっと叶えてるね私を忘れないでバカ大好きだよまた会おうねすぐに会えるよ絶対会いに行くから絶対行く絶対行くからこの写真で。 いけるかこの写真でいけるか言ってくれよ写真にフォーカスする行くぞおじさんごめんおじさんを殺しに行くしかねえんか行けワックス行ってくれ行くぞ 最新のパソコンを買うんだフラッシュは平気だったかい戻ってきたつらすぎるだろうここをスルーすんのかジョイスえう汚いことっかえその写真燃やしたらもう戻れないぞ もう戻らなくするのかどうすんだマックス<と>捨てたあ<っ>マジか <laughs> マジかよやバ、まあ、そうするしかねえんだけどさそうだ そんなん13歳は今,今18歳かもう会えねえんだよクロエ本当にごめんね何とかしようと頑張ったんだけどでもそうどうにもできないごめん何の話かさっぱりだけど元気出しなよ私マックスがいてくれて本当に嬉しいよ 親にも友達にも恵まれて不満なんて全然ない今はないと思うけど未来でつらいんだ一緒ようお願い何があっても自分を強く持ってほしい私がクロエのそばにいなくても私はずっとクロエを見守ってるからいつだって味方だからいつだって戻るんだこれで、ね。 ああ、こっちの未来が消えた。これ葬式か。元に戻る。ああ。で、ここが消えて、あれか。マドセンとの話に戻ると。で、その代わり、怪我したこの車がなくなると。 あーこ,れか事故これがなくなるで車椅子もなくなるその代わりここで撃たれそうになる未来が生まれるのかああ車椅子のやつんなんだ当選んしてんの あーでもそっか前回の話に戻ったから前々回ぐらいのねだからパパが死んだのがいけねえんだっつってクロエとマックスが別れたところに戻ってきたのかクロエよかった生きてる <laughs> お,おいなんだよ あのキスはそういうんじゃないあ。そこまで戻ったの。嬉しいの。クロエが元気そうで。なんか気持ち悪いな。おかげで目が覚めたけど。徹夜で探偵ごっこしてたせいで、頭ぼーっとしてたからさ。まあ、そこうするしかねえよな。したよ。私が寝てる間に、またなんかしたか。してないよ。私もぼーっとしてるだけ。 いつも通りの風景に帰ってきたんだ戻ってきましたない言えるわけねえよこんなんじゃあ立ち上がりましょうよしじゃあ,あの長くなりましたが今回は以上で終了いたしますおじさんをね生かしたかったけど<ぁ>生かす未来を諦めました まあその結果どうなったかちょっとわかんない。前回の話、前々回のその車で喧嘩してた時の話はどうなったかわかんないですけど、それも今後やっていこうと思います。以上、ムービーでした。バイバイ。